元気さんがこの間伊豆谷元気さんが四日市に来られてて、決勝2着、はいはい、なんか北川大五郎と最近電話やメールをしてお互い情報交換をしてて、さっきもちょっと、はい、すごい、あ、本当に仲いいんです、仲いいっていうか、仲いいです。なんか気になる存在って、伊豆谷さんの方が3つぐらい上、3つ上ですね。気になる存在って、あ、サーリーっていうことで大会とかずっと、あ、そうですね、世界大会とか、あ、一緒なんですね。2人同じ部屋だったりとかしてて、へー、まあ、日本国内の大会やったら、まあ、一緒に行って遠征とかもで、まあ、一緒のとことかとか、結構仲は良かったですね。向こうの方が先に競輪選手になろうかなって考えてます。多分もともとお互い言ってなくて、でもお互いなろうとは思ってたみたいな感じでパワーリフティングでは食べていけないかな。あ、そうですね、やっぱりアマチュアスポーツなんで、かなりすごくないとスポンサーさんとかつかないので。伊豆谷さんもね、近況どんどんと、ね、全然追い越されてるので、 S 級で、ね、戦う日は近いですね。S 級の復帰初戦がね、立川の G3 で、ね、大きいとこなんで、そうですね。まあ、じゃあ今季あと2本勝負ですね。あ、そうですね、勝負ですね、頑張ります。そうですね、笑顔の写真も、伊豆谷さんもいつもニコニコしてるけど、北川さんもなんかね、ニコニコのイメージが、笑顔